千葉県出身、15歳、富里奈央です。千葉県出身、中学3年生、15歳の富里奈央です。好きな食べ物はいちごです。で、誕生日は9月18日です。チャームポイントはほっぺたです。触られます、よく。ハムスターみたいって言われる。下は妹が一人います。長女です。家はナオって言われるけど、友達とかはナオナオとか。なんてナオナオって言われたいかな。これは妹が家族の絵を描いてくれて、こんな感じなんですけど、多分これがお父さんで、これが私、これがママで、これが妹かな感じなんですけど、なんかこっちの目おかしい。こっちの目なんかちゃんと塗りつぶされてないですけど、私は宝物が家族なので今日はこれを持ってきました。なんかこれはザリガニを取ってますね。ザリガニ2000年の8月15だから2歳とかですかね。これです。なんか全然覚えてないけど、これは金魚釣りに出ます。修学旅行帰ってる。懐かしい。あ、これ書いた気がする。未来羽ばたけってガーっていう魚とザリガニを飼ってます。ガーはなんか歯がすごいギザギザしてて、なんかこれぐらいの大きさの魚です。で、くちばしがこっち尖ってる。昔好きだったのはスライムがすごい好きでした。最近はもうあんまりなんですけど、よくお家でスライム作ってカーペットにつけて怒られてました。淡い色が好きなので、淡い色はこういうのとか。なんか緩く消えて、なんかダボってしてるのが好きです。長所は小さい子からお年寄りまで年齢問わず誰とでも仲良くできることです。でもマイペースってよく言われます。朝とか時間がなくてもゆっくり過ごしちゃうからマイペースだなって思います。写真を撮ることが好きだったので、なんか自分で撮ったのを一個にまとめたいなって思って、最初は多分風景とかだったんですけど、だんだん洋服とか自分で組んだのを着てもらって、それを撮ってみたいな
感じでどんどん進化してった。小5とかかな。なんか自分で友達とか妹の写真撮って編集して印刷したりとかして雑誌みたいな感じで写真集みたいな感じで作ったりしてます。はい、雑誌作りは続けたいと思ってます。でも乃木坂のなんか企画してで撮ってでちょっと編集にも携わってみたいな感じのしてみたいなと思うけど、大きな夢届かない感じ。オーディションを受けたきっかけはお父さんが受かったらスマホ買ってあげるよっていう風に言ってたので受けました。次は落ちるんだろうなっていう風に前から思ってました。いやでも本当に可愛い子しかいなくて、ここにいて大丈夫なのかってすごい最終審査の時とかもう帰りたいなって思うぐらい周りが可愛くて、自信なかったです全然。いやでもまさか受かると思ってなかったので驚きって感じでした。あ、モノマネやりました。いきますよ。次は三鷹でございます。キラセの内側までお下がりください。正直あんまり知らなかったです。なんか清楚でキラキラしてるっていうイメージがあり強いです。好きな曲は何度目の青空かが好きです。なんか MV がすごく好きで学校で撮ってるんですけど、なんかすごいいいなって思います。そう、青春って感じで、すごいニコニコしてくれて迎え入れてくれる感じで、すごい温かかったです。乃木坂に入っていろんな、多分アイドルずっとやってきたらいろんななんか普通の人生で味わえないようなことをたくさん経験してる先輩とかもたくさんいると思うから、私もそういう人たちとたくさん話していろんなことを聞いて尊敬できる人を見つけたいなっていうふうに思います。みんな結構明るくて話しやすいです。なんか結構もう初日からもうみんな仲良かったです。本当に友達って感じ、友達でもあるしメンバーでもあるし、みんな助け合ってるし、ライバルって感じは全然ないです。ここのダンスの振り合ってるかなとか、ここの美味しいお店行こうよみたいな、よく話してます。でもみんな本当に吸収が早いから置いてかれちゃってるような気がして不安になる時もたくさんあります。できないところはできるまではやるかな。私あんまり歌が上手くないのでちょっと置いてかれないように頑張んなきゃなっていつも思ってます。いや歌はちょっと歌は何回練習してもちょっとできないんですよね。まあ強いて言うなら演技かなと思います。
なんか自分じゃない自分を演じるっていうのがすごい楽しいし、その人になりきることで新しいなんかなんだろう価値観っていうのかな、なんかいろんなことを学べたりするから、そういう演技もいいなって思います。でもライブとかそういうのが楽しそうだなって思う。出てみたいなって。もうなんか光がこうやってあるみたいな感じの想像ですね。あんまり緊張しな、緊張するのかな。あ、声優さんとかやってみたいなって思います。あとバラエティとかも出てみたいし、ドラマも出てみたいし、モデルさんとかもやってみたいし、まあなんかいろんなことにチャレンジしてみたいです。なんか疲れてる時に見たらなんか癒されたりとか元気になる、なれるアイドルになりたいです。結構いろんなところで対応とかも全然変わるから、自分の中で。だから自分がどういう、本当はどう思ってるのかとかあんまり分からないかも。変わりたいまた新しい自分を見つけて、それで頑張っていきたいなって思います。ちゃんとスタジオを借りてやるんだと思って、それで朝来たらちゃんとカメラマンさんとかすごいいっぱい人がいるから、なんかすごいなって思いました。自分のドキュメンタリーだから、自分が納得できるようなものを頑張って作りたいと思います。すごい綺麗。すごい。めっちゃ綺麗。すごいですね。こういう感じで撮れるの。OK です。ありがとう。あ。1枚ずつ持って。
した甲斐があった。これは私がコーヒーが飲めないからミルクティーを用意してもらった場面です。これですかね。これ制服で撮ったやつです。飛行機雲がすごい綺麗だった。朝すごいな。宝物にします。満足です。大満足です。いろんなお仕事をしてみたいです。10年後は、なんだろう、海外。いろんな国行ってみたいかな。変わりたいなって思って、ずっと一人、まあ、ずっとではないけど、ずっとこうやっているよりかは、新しい環境に行って新しい自分を見つけたいなって思って、それで応募してみたのもあります。やっぱりいろんな人と仲良くっていうかして、たくさんのいろんな人の話も聞きたいし、なんだろう、大きく変わりたいなって思いました。